どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年7月20日、水曜日ですね。はい、現在の時刻は朝の6時13分でございます。はい、おはようございます。はい、ですね、そっか、7月20日かね。なんか7月もなんか20代というか、20何日とかになるとさ、もうね、だいぶ後半に来たなって感じがするんですけど、はい、もうあと10日ぐらいで7月も終わって、なんか8月に入るということでね、なんか7月あっという間だなっていう気もするんですけど、はい、まあなんかね、私の住んでるところはまだ絶賛梅雨なのかわからないんですけど、今日はまた天気の話になっちゃうけど、まあ、今日の夜っていうのかな、なんて言えばいいのかな、昨夜から、まあ、今日の朝にかけてね、めちゃくちゃ天気が悪くて、もうね、ずっとね、雨降って、で、私ね、いつも大体朝起きて体操しに行くんですけど、外に。もう、その時もね、もうザーザー降りで。今は少し落ち着いてはいるんですけど、雨音もね、屋根に当たって、まあ、聞こえたりしてないので、少し落ち着いてきたかなと。なんか少し晴れ間が見えてきましたね。はい。まあ、なので、今ちょっとね、頭痛いんだけど、まあ天気が悪いとね、ちょっと頭痛くなる率がね、高くなるんですけど、私。まあまあまあ、なんか頭の、まあ、痛みはね、薬飲めばなんとかなりますし、まあ天気も少し回復してきたのかなというところで、はい。まあでもね、湿気があって、ちょっとジメジメしてるんでね、今もちょっと暑いんですけど、はい。まあなんか、梅雨がそろそろ明けるんですかね。ちょっと天気調べてみましょうか。ちなみに言っておくとね、今日はね、特に話すことないんですよね。話すことないというか、特にあんま決めてないんだよね、何話そうか。いや、でもまだずっと天気じゃないや、雨続きますね、私の住んでるところは少なくとも。まだ梅雨なのかな。ね、まあ8月くらいに入ればさすがにっていう気もするけど、なんかずっと雨マークついてますね。まあ基本ね、私出かけることないので、別に外の天気がね、悪かろうがあんま関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあ、気分の問題かな。特に朝ね、朝起きて天気悪いとちょっとなんか、テンション下がるなっていうね、気はしますけどね。やっぱ朝のスタートなんで、朝ね、外で体操したりするときに、こう天気が良かったりすると、気持ちのいい状態からね、こう一日を始めていけるんですけど、天気悪いとね、暗いし、まさに今日なんだけど、今日の朝とかね、暗いし、雨降ってるしで、なんかちょっとこう、やる気起きねえな、しかも頭痛えな、みたいな。感じでね。で、しかも今日特に話すこともねえな、みたいな感じでね。まあ今喋り始めてしまったわけですけど。はい。まあそんな今日この頃でございますが、はい。まあ何の話しようかね。まあね、本当に話すことがないわけではないんですけど、アニメのね、ネタというか、しかもお便りもね、いただいてて、で、お便りの回答まだしてないんだよね。オリジナルアニメのおすすめを教えてほしいというね、お便りをいただいていて、で、いくつかね、もう、ピックアップして、もうお話しできる状態ではあるんですが、まあちょっとね、今週、今日も含めて、今日、明日、明後日か。だから、水、木、金に関して、ちょっとね、私、忙しくて、忙しいって言ってもゲーム実況やったりね、このクドラジやったりしてるんで、まあ、そんな、
もう一日中ドタバタドタバタしてるわけではないんですが、まあ私の精神的なものかな。うん。なんか、仕事が入ってる時になんかあんまりその、重要なことというか、ね、大事なことをやりたくないっていう気持ちがあったりするんですけど、ね、なんかさ、新しく発売したゲームを、例えばやりたいなってなった時に、めちゃくちゃ楽しみにしてるゲームね、やりたいなってなった時に、仕事開始前の、例えば1時間前とか2時間前にやりたいかって言われたら、うん、私は絶対にやらないタイプなんだよね。うん。あ、なんかね、集中できないんだよね。ゲームもやる時間、1時間、2時間でも、まあ、やろうと思えばできなくはないんだけど、それの後にすぐ仕事があるって思っちゃうと、なんか集中できない気がしちゃって、うん、なんかそれって、ちゃんとゲームを楽しめてないんじゃないかなとか、ね、っていうのがあって、ちょっとね、心の、なんだろう、精神的に、なんか集中できない状態では、あまりね、そういう、なんだろう、大事な回というか、大事な話とかはね、なるべくしたくないな、というのがあるので、まあ、せっかくね、お便りいただいて、まあ、オリジナルのね、アニメ作品教えてほしいってことで、俺、結構ピックアップしたんですよ。まあ、正直ね、全部紹介できるかわかんないから、まあ、あまり詳細を話さずに、もうとにかく、これ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 っていう感じでやっていこうかなとは思っているんですけど、まあでもそれでもね、やっぱ1時間近くはかかっちゃうんじゃないかなと、うん、思ってるんで、やっぱりね、こう、私の精神的にもこう余裕のある時とかにやりたいなと思ってますんで、まあちょっとオリジナルアニメの紹介っていうのは、まあそうだね、少なくとも今週の土曜日以降かな。うん。はい。私今週、水、木、今週、あ、今日含めて水、木、金、仕事して、で、土曜日からはね、まあ、いいことなのか悪いことなのか、ちょっと微妙ですけど、夏休みに入りまして、1ヶ月以上のね、はい。なので、まあ、だいぶ精神的には余裕がありますので、うん。その時にね、はい。私のおすすめするオリジナルアニメ、まあ、映画なんかもね、含めて、はい。オリジナル映画、うん、も含めたりして、紹介しようかなと思っております。うん。今パッと見た感じね、全部で20作品近くにはなるんじゃないかなと思って、うん。まあ、本当にね、本当に面白い、なんていうの？オリジナルアニメ作品って言えば、もうそれこそね、本当に数えるほどしかないとは思うんだけど、まあ、でもないか。いや、結構あるな、あるな、うん。いや、あるわ、あるある、たくさんある。なので、ちょっとね、なんか3つに絞れとかね、言われるとかなりね、苦しいものがあるので、うん。そう。なので、ちょっとね、まあ、一応ピックアップはある程度したんですけど、ちょっと、実際にお話しして紹介するのは、まあ、ちょっと私のね、精神的な余裕があるときにさせてください。はい。というわけで、まあ、今日はね、あ、でもなんか、あ、なんかめちゃくちゃ天気良くなってきた。なんかめちゃくちゃ天気良くなってきたぞ。ね、なんか台風一過じゃないけど、ね、台風みたいな嵐が過ぎ去って急に晴れるみたいな状態に今なってますね。うん。まあ、昨夜からずっと雨降ってて、うん、天気悪かったんだけど、まあでも今日仕事行く人とかは、ね、めちゃくちゃありがたいというか、嬉しいんじゃないかな。うん。朝起きたら、いい天気っていう状態なんでね。はい。まあ、私は相変わらず家で在宅ワークでございます。はい。よっしゃ。じゃあどうしようかな、今日ね。そうだね。まあまあまあ。まあオリジナルアニメのね、ご紹介以外にも、まあお話ししたいことは山ほどあるんですが、ね、この前も言いましたけど、そうだね。最近、っていうか、もうそろそろなのが、かけ狂いとかもかな？うん。かけ狂いの、なんだ、二重ツインかな？うん。が、ネットフリックスでね、もう少しで、配信が開始されたりとか、8月4日ですね。うん。なので、もうちょいかな？はい。とか、
あとは、もう少しで入るっていう作品に関して言うと何だろうね。そんなところかな。うん。ですかね。はい。あとは、そうだな。まあでもだいぶ先の情報でもあったりするよね。UFO とかもさ、あの3年生編。あの、誰だっけ、主人公の名前が。ゆうこだっけ、あれ、ちょっと待ってよ。京アニのね、吹奏楽をテーマにしたね、響けユーフォニアムっていう作品があるんですけど、それの、まあ、3年生編が、もう、まだまだ先なんですけど、2024年にね、入ったりするとかっていう情報もありますし、あとは、あ、そうだ、あの、これもネットフリックスですけど、9月16日に、雨を告げる漂流団地が、配信開始されますね。うん。まあ、まだまだ1ヶ月近く。いや、もっとか。8月、そうだね。1ヶ月以上まだね、先なんですけど。うん。まあ、それも配信がもうちょいかな、でも。うん、2ヶ月はもう切ってるんでね。はい。まあ、でも夏休み明けですね、完全にね。うん。とっか。まあ、本当にね、たくさん情報あるんですけど、そうだね。まあ、今日は本当にだから、なんかね、もうこれについて話したいみたいなあんまなかったんだよね。うん。そうだね。あとは、まあ、本当に今日はちょっと雑談っていう形にはなっちゃうんですけど、うん。あ、そうだそう。あのさ、まあ前々からね、私言ってましたけど、あの、英雄伝説黒の奇跡の続編2、まあ、クリムゾンシーンっていうのが、今年の9月。だったっけな、9月後半くらいに確か発売するんですけど、はい、まあ奇跡シリーズですね。奇跡シリーズの 続編というか新作がね、はい、今年の9月に後半に出るんですけど、その中で、映画ポスターっていうのが、まあ、あるっていうか、なんていうのかな、そのまあゲームの中で映画を見れるっていう システムというかがあるんですけど。で、その作品内に登場する映画作品の、ポスターの募集っていうのが、まあ、行われてたわけですよ。まあ、その奇跡シリーズを制作してるファルコムさんでね、ファルコムさん公式で、ゲーム内に登場する映画ポスターを、こう、一般の方から、公募っていうのかな、うん、募集して、で、選ばれたやつが実際にゲームの中に登場するっていう、っていうのがやってて、でそれもね、あの、私このクドラジでね紹介させてもらったんですけど、はい、なんとその結果っていうのがついに出ました。はい、まあ、といってももうだいぶ1週間ぐらい前の話なんだけどね、7月14日ですね、7月14日に、ファルコムさんのね公式サイトの方で、コンテストの結果発表っていうのが通知されてて、でこれはあれかな、そうですね、あの黒の奇跡2のクリムゾンシーンの公式サイトの方行けば実際の、採用作品、うん、まあ、だから実際に本当にゲーム内、黒の奇跡2クリムゾンシーンのゲーム内で本当にもう映画ポスターとして登場する映画ポスターっていうのが、あの、もう決まってます。はい、で実際に採用された作品以外にも、あの、最終候補に選ばれた作品とか、うん、あとは、佳作賞みたいな。佳作賞って何か、佳作？うん。っていうのもあったりしていて、で、チラッとだけ見たんですけど、あのね、もうすごいね。まあ、前も言いましたが、私ね、まあ、デザインとかね、あの、イラストとかが、まあ、全然できない人間なんで、うん、まあ、応募したいなっていう気持ちはね、まあ、あったんだけど、うん、まあ、そういった、まあ、能力がないというか、はい、うん、がないので、ちょっとね、私ができるのは本当にだから、皆さんに紹介してね、映画ポスターをみんなに応募してもらうぐらいしかやることっていうか、できることなかったんですけど、うん。まあでもその結果ね、本当にでも、私が、あの、貢献したかどうか知らないけど、本当にね、すごい映画ポスターがたくさんね、応募されたみたいで、うん。まあ、佳作、
に選ばれてない作品なんかも多分あるんじゃないかなと思いますんで、応募数的にはどれぐらい集まったんだろうね。まあ、応募期間としては5月19日から7月3日の間、ってなってますけど、どのぐらい集まったんだろうね。その辺はちょっと公開されてないんで、いてどれだけの、ね、映画ポスター応募数があったのかっていうのはわかりませんけどね。いや、みんなすごいね、本当に。まあまあ、実際のね、その最終作品じゃない、採用作品とか最終候補作品とか佳作の作品なんかは公式サイトの方にちゃんと記載されてますので、まあ、よければね見てみてください。確かね、あれだよね、この映画ポスターって、プレステーションストアで、追加のダウンロードコンテンツ的な扱いになるんじゃなかったかな、確か。確かね、本編も買うだけでも、本編買ってプレイするだけではなくて、追加コンテンツとして確かダウンロードすると、なんか、反映されるだか出てくるだかっていう話だった気がするね。ですね。有料なのかどうかはね、ちょっとわかんないけどね。有料じゃないんじゃないかな。無料のダウンロードコンテンツじゃないのかなと思うんだけど。なんかわざわざでもダウンロードコンテンツにする意味は何なのかなと思ったりもしたけどね。はい。確かどっかに書いてなかったかな。ちょっと待ってね。コンテストの応募概要を見ればわかるかな。これか。応募概要、ちょっと待てよ。そうそう。前もね、読んだんだけどね、応募概要とか。どれだっけな、なんかどっかに書いてあった気がするんだけど。あれどこだっけな、どっかに書いてなかったっけか。あれ？あ、あったあったあった。これだ。採用された作品は、黒の奇跡2発売日当日に配信される、ポスター DLC、括弧無料だね、を適用していただくことで、映画館内や街中に掲載されるようになりますと。だね。はい。ということで、やっぱり、DLC、ダウンロードコンテンツをダウンロード、別途ね、しないと適用されないということなんで、そこはね、ちょっとご注意ください。はい。ああ、そっか。ポスターの実物 B2 サイズで制作してくれるっていうのもあったね。これ多分作った本人にってことだよね、多分ね。おそらく。そうだよね。ソフト、あ、そうか。そうだ。選ばれた、その最終選考に選ばれて、採用されたやつか。採用された3つの制作者には、ゲーム本、ん？違う、ディスクじゃない？なんていうの？ゲームソフト本、本体なんて言えばいいね。ゲームソフトと一緒に実物ポスターがお届けされるということなんで、まあ、今回選ばれた、映画が3作品、映画が3作品あって、一つが気象の番人、もう一つがカサブランカをあなたに、で三つ目最後がファイヤーシャークっていう三つの映画作品があって、まあ、それぞれのね、映画ポスターを募集してて、三つ選ばれてるんですけど。気象の番人で選ばれたのがね、これなんて言うんだろう、午前ありかさんって合ってんのかな、と、あとはカサブランカをあなたにで選ばれたのがクレコさん、で、ファイヤーシャークで選ばれたのがユキヒロさんかな、このお三方はだから、黒の奇跡2のソフトがもうただっていうとなんかあれですけど、なんかもらえて、かつそのポスターのね、多分自分が書いたやつじゃないかな、自分が書いたポスターの実物、まあ、B2 サイズで作られたポスターの実物が、まあ、届くと言ったことになってんじゃないかな。まあ、その辺はね、書いた本人じゃないとちょっとわからないですけど、まあ、そういうことなんじゃないかな。応募した人全員って感じではないよね。だよね、採用された作品においてはって書いてるから。だね。あと、黒の奇跡2のね、エンディングクレジットに名前が記載されると
いうことなんで、いやーもうほんとすごいよね。ね。大好きなゲーム作品のエンディングクレジットに自分の名前が載るってなかなかだよね。いいね。羨ましい。でも本当にね、すごいんだよね。まあ、いろいろその公表っていうのかな。そのファルコムさん公式のね、そのサイトの方に、なんていうの、選考員からの公表っていうのかな。このポスター、これこれこうで、こういうところがすごかったです、みたいな。そう、よって採用させていただきました、みたいなことがね、書いてあるんですけど。まあ一応ね、今回の映画ポスターコンテストにおいて、なんかね、以下の点が重視されましたみたいなのもあって、一つ、ポスターが映画の内容を表現しており、映画を見たいと思わせる力がある。二つ、ポスターが共和国の街中に設置された場合に違和感がない。っていうね、この二つが特に、まあ、重視されていたみたいで、いや、すごいね。気象の番人。ロビン、ザ・レディ・ジャスティス。上下に帯を引くことによるタイトルへの目線誘導などポスターとして全体的な構図作りがとても素晴らしい作品。意志が強いことを伺わせる表情や瞳も採用のポイントになりましたと。これはジュディスが主演の、なんだっけな。裁判系のリーガル作品じゃなかったっけな。なんか、確かリーガル、系の、作品ですね。はい。あと、カサブランカをあなたに。では、小物や背景、配色による遠近感など、視線誘導なども含めて、ポスターを構成する要素すべてで、作品のテーマ&雰囲気を表現している素晴らしい作品。選考においても満場一致での採用となりましたと。これは、そうだ、これ、ニナが出るんだよね。ニナ主演の映画なんだよね。そうそう。まあ、ニナにおいて、ついては、あのね、なんていうの、だいぶね、まだまだ秘密がね、隠されてるんだよね。ニナって何者なのっていう部分が、黒の奇跡2で、まあ、どこまで明かされるかっていうところがかなり気になるところだね。このカサブランカをあなたには、女性同士の恋愛を描いたものなのかな？同性との恋愛。ですかね。あのね、黒の奇跡をプレイされた方はわかると思うんだけど、あの、だいぶね、その現代の問題っていう、問題っていうとあれだけど、まあ、現代のリアルのね、この私たちが住む世界においても、まあ、なんかいろいろと話題に上がるさ、テーマっていうのかな、が結構描かれてるんだよね、黒の奇跡って。それこそね、同性同士の恋愛、カップル、もうバンバン出てくるし、結構ね、やっぱそういったところがあるからね、黒の奇跡確かね、レーティングっていうのかな。対象年齢。確か対象年齢少し上なんだよね、他の奇跡シリーズに比べてね。15歳以上だったっけか。違ったっけ？なんかそんなような感じになってた気がするんだけど。もうちょっと上だっけかな。あれ？確か。ね、だから実際にあの、奇跡シリーズではあんまないんだけど、結構ね、血がドバー出て、あの人が死ぬみたいなシーンもね、たくさんあるしね。はい。まあ結構大人向けの作品に なってはいるんだよね。あとは、ファイヤーシャークか。ファイヤーシャーク部門は力作が多かった。なんかこれぞ往年の B 級映画という雰囲気を見事に表現していただきました。映画の印象にぴったり合っているポスターです。ファイヤーシャークが多分応募がすごい多かったのかな。だから選考が荒れたんじゃない。だから力作がたくさんあったってことはだからね。まあでも確かにね、B 級映画って感じするね。これ主演誰だっけな。ファイヤーシャークは特に書いてないのかな。そうだね、書いてないね。誰が出てるとかではないのかな。とりあえずそのさっき言ったロビン、気象の番人っていう映画についてはジュディがね、はい、主演
で、カサブランカをあなたに、についてはニナ・フェンディ、ニナが主演となっていますね。はい。いやー、いいねー。最終候補作品なんかもね、もうだいぶ力作だなと思うんだけど。いいね。こういうイラスト描ける人、ほんと羨ましいなと思うんだよね。羨ましいっす。私ね、まあ前から言ってるように、学校でね、お仕事してたりするんですけど、やっぱりね、生徒さんの中には、まだね、まあ、全然若いのに、もう、めちゃくちゃすごい作品作ってくる生徒さんもいたりするんですよ。すげえなーと思ってね、いつも思ってますけど、本当に。はい。というわけで、黒の奇跡2の動力映画ポスターコンテストの結果が発表されたというお話でございました。はい。まあ、ちょっとうまく紹介できたかわかんないけど、まあ、実際の、結果発表とかは、はい、黒の奇跡2の公式サイトの動力映画ポスターコンテストっていうページかな。一応、じゃあリンク貼っておくんで、よければね、そちらからアクセスして見てみてください。はい。佳作の作品なんかも紹介されていますので、はい。いやー、いいっすね。発売日いつだっけ？ちょっと待ってね。発売日は、プロダクトか。プロダクト、いつだっけ？あれ？あれどこだ？発売日どこに書いてある？ちょっと待って、トップページに行けばいいのかな？トップページに行けば、9月29。もうほぼ10月だね。いやーでももう9月29ってさ、10月、もう2022年終わるぞ。もう。ね。もうあっという間だね、本当に。ついこの間なんか2022年始まったばかりだなーっていう感じがしてたんだけど、もうあっという間にね、この前半分が終わって、で、もう7月もね、もうすぐ終わろうとしているということで、で、これで夏休みが終わったら、もう9月。で、9月ね、で、ゲームが発売して、黒の奇跡が発売したらもう10月。ってなったらもうあと、今年も残すところ3ヶ月みたいなね。もうね、だいぶね、9月、10月になると、私の住んでるね、まあ青森県なんでね、私の住んでるところはもうだいぶ肌寒くなってきて、もういよいよストーブが登場し始める時期なんですよね。ついこの間ね、ストーブ閉まったばっかなのにね、まあ、閉まってないか。閉まってねえわ。部屋の片隅にね、追いやられてますけど、ついこの間ね、もうストーブつけなくていいやーって思ってたのに、もう気づいたら、またね、すぐストーブつける時期にやってくるということですね。はい。ああ、でもそうだ。あのね、夏休みに遊びたいゲームの話もこの前したんだけど、これはまたね、別の回でちょっとお話ししようかなと思うんだけど、今ね、プレイステーションストアで、7月のお買い得セールっていうのがやってて、で、やってて、7月じゃない、8月か。私ね、8月もほぼ1ヶ月丸々お休みなので、その間何か、まあ、ゲーム配信したりできるゲームないかなと、ちょっと探している最中でして、で、まあ、今回詳しい話はしませんけど、いくつかね、ちょっとやってみたいな、面白そうだなっていう作品がありましたので、まあ、それをちょっと今度紹介しようかなと思います。はい。まあ、実際にどれを遊ぶかっていうのはまだ全然決めてないので、まあ、これからなんですけど、結構面白そうな作品がセールになってて、お、これやろうかなっていうのが、まあ、いくつかあるので、はい。まあ、やるとしても、まあ、8月入ってからかな。もちろんね、ヘブン・バーンズ・レッドの配信もやってはいくんですけど、ただヘブン・バーンズ・レッドがね、もう少しで終わりそうなんですよね、本当に。終わりそうっていうのは、現在配信してる
メインのそのストーリーとか、イベントストーリーが終わりそうっていう話ね。うん。あの、ゲーム自体のストーリーが終わるっていう話ではなくて、うん。なんで、まあ、それが終わっちゃったらね、本当にやるゲームがなくなっちゃうっていうね、ちょっと、うん、恐怖というか、ね、そういう不安に駆られてはいるんですけど、9月に入ったらね、それこそ黒の奇跡とか、モノクロームメビウスとか、まあ、やりたいゲームがあるからね、別にいいかなと思ったりするんだけど、とりあえずね、8月だよね、8月。うん。あと、だって、今ね、ヘブン・バーンズ・レッドが、第3章か、第3章のデイ15くらいまでやったんだよね。で、16、17、18、19、20。で、もしかしたら21くらいで終わりなんじゃないかなと、メインストーリーね。って思ってて。で、それと、イベントストーリーか。イベントストーリーが 3日分あるんで、それも合わせると全部でまあ9回ぐらいで、うん、ヘブン・バーンズ・レッドとりあえずできるところが終わっちゃうかなと思いますので、うん。ってことはね、もう8月中持たないんだよね。そう。8月ヘブン・バーンズ・レッドだけじゃちょっとね、うん、持たないので、まあ、どちらにせよ何かしらやりたいなとは思ってるんですけど、うん。ただそのゲームをどうしようかなっていうところですね。はい。もちろんやりたいゲームはたくさんね、あるっちゃあるんですけど、そう。まあ、スカーレットネクサスとかもまだやってないしな。うん、結局。うん。そうだ、キングダムハーツとかもね、私ね、実は一回もやったことないんだよね。まあ、前話したことあるんだけど、うん。キングダムハーツのね、インスタグラムマスターピースだっけ、あの全部詰め詰めになってるやつとかね、もう実はちょっとセールになったりしてるんだけど、まあそんなにセールではないんだけどね、5000円くらいか安くなったりはしてるんだけど、うん、まあとかとか、ね、今ちょっといろいろ検討中ですので、本当にね、何かおすすめのゲームあったらね教えてほしいんだけど、うん、単純にやっぱね、私が好きなゲームのジャンルっていうのがちょっと特殊って言うとあれだけど、うん、あのいわゆるみんなが好きなあのフォートナイトとかエイペックスとか、うん、あの手のゲームがねあまり好きではないんだよね。うん、まあそこはやっぱね、私の性格的なものというか、まあね、趣味というかね、ところが大きいかなと思うんですけど、うん、あまりあの手のゲームに魅力を感じないというか、面白さを感じないんですよね。うん。私はとにかくね、やっぱ、ストーリーのあるものを楽しみたいっていうところがね、結構あるので、その手の作品が好きですね。うん。だって、Apex も Fortnite もやっぱりさ、ストーリー部分ってそんな大したことないじゃないですか、多分。やったことないから、ちょっと、あんまり強くは言えないんだけど。あ、でも、Apex はなんか一応ストーリーがあるって聞いたことあるんだけど、なんかキャラごとのね、ストーリーみたいな。別に私が求めてるのは、でもそういうんじゃないんだよね。うん。だからね、ちょっとこう、いわゆるみんながやってるような、ザ人気ゲームっていうのも、まあ、やりたいなとは思うんだけど、多分やってもね、1回か2回くらいで飽きてやめちゃうんだよね、多分ね。うん。っていうのもあってね、ちょっとゲーム探しに苦戦してはいるんですけど、何かね、まあ、ストーリー重視の、なんかゲーム、かな？うん。があれば、ぜひね、教えてほしいんだけど、はい。まあ、今ね、セール、プレイステーションでセールやってるんで、ちょっと私もいろいろ探してね、この夏、遊んで配信できるゲーム探していきたいと思います。はい。でまた別の回でね、その実際に何やるかなとか、今こんなものを買ってやろうかなと検討していますみたいな話をするつもりなんで、まあ、よければねその時も聞いてくれると嬉しいです。はい。というわけで、どうしようかな、今回はここまでにしとこうかな。まあ、本当なんかね、今日の配信はちょっとグダグダで、特にあんまりこれっていう話題がなかったんですけど、まあね、はい、まあゲームの話題っちゃゲームの話題だったのかな。うん、黒の奇跡のね、クリムゾンシーンのポスターの話とか、
はい。私が夏にやりたいゲームの話は、してないか。してないね。はい。まあ、とりあえず決めなきゃいけないっていう話ですね。はい。というわけでね、あ、そうだ。一つ、まあ、お知らせっていうわけではないんですけど、この前、私、クドラジでさ、一緒にポッドキャストやりたい人を募集しますって話してたと思うんですけど、あ、まだね、なんつうの、大々的に、募集しますみたいな話は、まあ、ちょっとまた後日ね、これもやらなきゃいけないんだけど、うん。あの配信の後に、とある、ポッドキャストか、を配信されてる方から、メッセージをいただきまして、ちょっと一緒にお話しませんか？ポッドキャストになるかどうかね、まあ、ちょっとわかんないんだけど、やりませんか？みたいなメッセージを実はいただいていますので、はい。まだね、いつやるのかとか、どうやってやるのかとか、うん。何をお話しするのかみたいな部分も、何も決まってないし、本当にやるのかどうかすらまだちょっと決まってない段階ではあるんですけど、まあ一応お声掛けいただいて、はい。まあちょっと今度ね、打ち合わせでもしようかなという段階ではありますので、もしかしたら、夏？うん、それこそ8月の間とかに、とりあえず1回ぐらいは、ちょっとね、私と、その、別の方、まあ、ゲストっていう感じじゃないんだけど、うん。まあ、お互いにね、その、まあ私はクドラジだったり、まあ、その方もね、また自分の、別番組を持っている方なんで、はい。まあ、それぞれ自分の番組があるっていう状態で、まあ、なんだろうね。うん。まあ、ゲストとはちょっと違うんだよな。うん、ゲストっていうと、やっぱり、どっちかが主催で、で、片方が、なんか、遊びに来るみたいな状態になっちゃうんだけど、私としてはあんまりそういうのは、あんまりそういうのはっていうか、うん。お互いにやっぱ配信されてる。ね、向こうも配信されてて、私も配信してる人間だから、まあ、ゲストっていうよりはなんだろうね。うん。まあ、コラボって言った方がいいのかな。うん。まあ、コラボみたいな状態にはなるのかなとは思うんですけど。はい。まあ、その辺は、詳細が決まりましたら、また後日ね、お知らせしようかなとは思っております。はい。あ、ただね、まあ、その方はその方でいいんだけど、ゲストじゃない、その一緒にポッドキャストやってみたいっていう人については、全然、まだ募集っていうかね、一人決まったから、じゃあそれでおしまいっていうわけでは、ないつもりなので、本当に、なんだろう、ポッドキャストやってみたいとか、思ってる人がいたら、ぜひね、まあ、ツイッターの DM かな？うん。で、こう連絡してくれると、まあ、ちょっとすぐ返信できるかはわかりませんけど、はい。ちゃんとお答えしようと思いますので、はい。よければ、ツイッターの DM に連絡ください。はい。って感じかな？うん。です。はい。あとそうだ。今日明日はね、ちょっとゲーム実況はお休みさせてもらいます。はい。というのもね、今日明日はちょっと、お仕事の方がね、ちょっと忙しいので、はい。ちょっとゲーム実況やってる余裕がなさそうなので、ちょっと今日明日はね、ゲーム実況お休みして、で、明後日かな？土曜日じゃない、金曜日か。金曜日にヘブンバーンズレッドの実況をやっていこうかなと思ってます。はい。で、まあ土曜日からね、夏休みに入るわけなんですけど、それ以降に関しては、もうね、平日とか土日とか関係なく、とりあえず、まあ、ヘブンバーンズレッドをやっていく形にしようかなと思ってます。はい。まあ、ちょっとね、プレステ4でやりたいゲームがまだ決まってないので、うん。だからもうとにかくね、ゲーム実況できる時間があれば、ヘブンバーンズレッドの配信をやっていくつもりでございます。はい。なので本当に7月中に終わっちゃうんじゃないかな、ヘブンバーンズレッド。でもないか、でも。うん。あと9回ぐらいある必要って言ってたから、まあ、7月中には終わらないかな。8月の頭にちょっと入るぐらいかな。うん。でも本当にもうすぐ終わっちゃうんだよね。早く第4章が出てくれるとね。うん。まあ嬉しいっちゃ嬉しいんだけど。はい。まあゲーム実況に関してはちょっと今日明日はお休みということなんで。はい。で、ございます。はい。というわけでね。
はい。まあ、本当朝から、まあ、雑談という形にはなってしまいましたが、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。